世界結核デイの3月24日金曜日朝6時33分の日本海は小雨が降ってますが、今風がないので撮影できています。海にはサイズはそれほどないんですけど、まあ膝ももぐらいあるのかな。入れば乗れそうな波が久しぶりに復活してますね。こちらもほぼ無風で、右の奥に向かってというかセンター付近がっつり砂がついているので、あの辺りでインサイド気味ですが、テイクオフはできそうな感じですね。ちょっとブレークがインサイドすぎるかな。気温は13度ぐらいです。今かすかに温床なので、小雨がカメラに向かってきます。海には待てばというかコンスタントに乗れそうな波が、こちらはセンターから左の奥に向かって入ってますね。今日終日どうですかね。最初は風がなくて傘さして撮影できてたんですけど、最後は温床になってとんでもない感じになりました。カメラにカメラの、まあ、フィルターつけてますけど、レンズ部分に雨がついて大変でした。まあ、なんとか撮影できてよかったですね。